武術の修行に励む人は厳しい寒さにも私を探しに来たんですか？何かお役に立てることはありますか？バイオレットさん、私はただ散歩をしていただけですよ。それにあなたは忙しそうですね。これは？今年のお祭りのアイデアですよ。今回のお祭りはまた私が企画者を務めるんです。今年のお祭り？ここにも毎年開催するお祭りがあるんですか？もちろんですよ、フカさん。新しい一年が無事で良かったことを祝って、みんなで広場に集まるんです。面白そうな行事ですね。はぁ、フカさんが私たちの町に遊びに来てくれたので、いつもと違う新しいお祭りを考えたんですが、私にはいつものお祭りのアイデアはあるんですけど、新しい要素が思いつかなくて。あ、そうだ。フカさんは他のところから来た方ですよね。それなら、フカさんにはきっとこの街とは違う、新しいアイデアがあるはずです。私はそんなに得意では。お願いです、フカさん。フカさんならきっと、いいアイデアを思いつけるはずです。そうですよね。
あの子はバイオレットさん？フカさん！フカさんは私を探しに来たんですか？何かお役に立てることはありますか？バイオレットさん、私はただ散歩をしていただけですよ。それにあなたは忙しそうですね。これは？今年のお祭りのアイデアですよ。今回のお祭りはまた私が企画者を務めるんです。今年のお祭り？ここにも毎年開催するお祭りがあるんですか？もちろんですよ、フカさん。新しい一年が無事で良かったことを祝ってみんなで広場に集まるんです。面白そうな行事ですね。私たちの町に遊びに来てくれたので、いつもと違う新しいお祭りを考えたんですが、私にはいつものお祭りのアイデアはあるんですけど、新しい要素が思いつかなくて。あ、そうだ、フカさんは他のところから来た方ですよね。それならフカさんにはきっとこの町とは違う新しいアイデアがあるはずです。私はそんなに得意では。お願いです、フカさん。フカさんならきっといいアイデアを思いつけるはずです。そうですよね。バイオレットさん、もう一度博物館に行ってみてはどうでしょう？どうしてですか？あの時に確認できなかったことがありまして、もう一度自分の目で確かめてみたいのです。いいですよ、わかりました。フカさんはきっと私の展示品からヒントを見つけたいんですね。その展示品というのはどこにあるんですか？今はそれを気にしている余裕はありません。あれ、このショーケース、前は何が置いてあったんでしょう？これでしょうか？あれ、なんだか違うような気がします。もう少し探してみましょう。
見つけました。私が作ったコレクションだったんですね。この写真を見てください。全部私が撮ったものです。ええ、知ってます。ですがバイオレットさん、ちゃんとみんなの表情を見てみてください。写真の中の皆さんはすごく楽しそうに笑っていますね。そうです、これが私の確かめたかったことです。あなたは自分が企画するお祭りにみんなが飽きるのではないかと心配になっているんですよね。だから一生懸命新しいものを作って新鮮な体験を与えようとしています。ですが形式が変わらなくても皆さんはすごくいい笑顔で楽しんでいるようです。ああ、本当です。私も気づいていればよかったですね。まさか皆さんがこんなにも期待してくれてたなんて。私ももっと頑張らないと。ですからあなたはもっと自信を持って準備してもいいと思いますよ。それでもみんなのためにサプライズを用意したいなら、私と一緒に散策をしてみんなの考えと経験を聞いてみましょう。もしかすると理想的なアイデアや企画案を見つけられるかもしれません。ありがとうございます、深さん。それじゃあもう一度街に行って皆さんと話してみましょう。皆さんは私のお祭りをすごく楽しみにしてくれてるようですし、期待通りに企画すればきっと間違いないはずです。バイオレットさんにそんな気持ちがあるからこそ皆さんに愛されてるんだと思いますよ。深さん、それじゃあ今から行きましょう。なんて純粋な子なんでしょう。こんなに嬉しそうにしている彼女を見たからには、私も本気を出さないと。このお祭りがうまくいきますように。あの子はバイオレットさん？フカさん！フカさんは私を探しに来たんですか？何かお役に立てることはありますか？バイオレットさん、私はただ散歩をしていただけですよ。それにあなたは忙しそうですね。これは？今年のお祭りのアイデアですよ。今回のお祭りはまた私が企画者を務めるんです。今年のお祭り？ここにも毎年開催するお祭りがあるんですか？もちろんですよ、深さん。新しい一年が無事で良かったことを祝ってみんなで広場に集まるんです。面白そうな行事ですね。深さんが私たちの町に遊びに来てくれたので、いつもと違う新しいお祭りを考えたんですが、私にはいつものお祭りのアイデアはあるんですけど、新しい要素が思いつかなくて。あ、そうだ、深さんは他のところから来た方ですよね。それなら深さんにはきっとこの町とは違う新しいアイデアがあるはずです。私はそんなに得意では。お願いです、深さん。深さんならきっといいアイデアを思いつけるはずです。そうですよね。Thank you.
武術の修行に励む人は厳しい寒さにもひるまないものです。